政治が良くなってと国民の期待が高まってきました。デモクラシータイムズの横田はじめさん。横田さんが玉木さんに政権交代のチャンスじゃないですか、直撃しています。政権交代をぜひ実現するという思いはあんまりないんですか？過半数割で追い込みたいと思います。だったら野田政権に加わって新しい政権を作ると、そこの一翼を担うという結論にならないとおかしいんじゃないですか？いや、過半数割れに追い込んだら新しい政権が誕生しないと民意に応えたことにならないんじゃないですか？ちょっとその辺が曖昧すぎるんじゃないですか？それは横田さんの考えなんじゃないですか？いや、国民全体じゃないですか。だから国民民主党に騙されるんだというハッシュタグができるのは、野党と思って投票したら与党みたいな対応をする可能性があると、そういうことを危惧している。あれは東京大学の鳥海先生が、明確に分析してましたけど、令和と共産党の方、あとまあ立憲の一部の方がリツイートしていて、で主にもう5人の令和の支援者の方のインフルエンサーとされる人の投稿で広がったという、まあ、ネット上の客観的な分析はあるので、まあ、今おっしゃったようなご指摘は当たりません。はい、政権交代の民意をに裏切るということはないんですか？今日の吉村、もうごまかすのはやめてほしい。玉木、本当に怪しい。東京24区八王子の選挙でもひどい。国民民主党と維新の前原は自民党と売国の協力をしてきた。とってもひどい話だ。玉木です。自民党を応援してます。大臣が望みです。連合の吉野義信です。私がその理想に思っているのは、問題が起きた時に地域の連合事務所に駆け込んでほしいな。どうやって一対一の構図に持ち込むか。前原です。バーベキューさん陰謀うまくいきましたね。バーベキューさん維新と国民民主党の陰謀ふふふふ。